どうも皆さん、翔です。今回はラジオ日経賞予想してみます。よろしく。ということですね、ラジオ日経賞行ってみますよ。はい、こんな感じです。ルルルン、知ってるかな、人気一応書いたけど、知ってるかな。はい、こんな感じ。はい、ね、ミナーデオロ8番人気今のとこね、ショーマンフリート12番人気、キリスカールト今のところ3番人気、アレグロブリランテ6番人気、ヤマニンアドホック5番人気。こちらでちょっと行ってみようと思います。ね、まあ、どうお考えでしょうか皆さん。これね、逃げ馬、逃げ残り、まあ、先行馬、ちょい差しみたいなレースになるはずなんですけども、うん、まあ、人気通りに行かないようなレースということで、ちょっと難しいところではあると思うんですよ。まあ、この8番人気頭に来てもおかしくないような状況。まあ、ミナデオロ。ちょっとね、名前。ちょっとイケメンじゃんみたいな感じなんですけど。まあ、筋量的にも本当は軽い方がいいんですけど、なんかちょっと、まあ、魅力的な筋量といえば、なんか、一頭だけ51みたいなの見ましたけどね。牝馬でね。逃げて入ってきてもおかしくないのかなっていう気もしましたけども、まあ、今回はこの回目でちょっと落ち着かせていただきました。はい。どうでしょうか。まあね、思いのほかね、人気がない馬だったなと。人気から見てないので、まあ枠見たりとか、まあ客室見たりとかしてこのように並んだんだけども、まあ皆さんどうでしょうね。まあまあ、この夏競馬っていうのは自分すごく苦手なので、まあ皆さんにもね、ちょっとどうにかうまく当ててほしいなと思うんですけどね。それこそワイドで買ってもいいのかなというところですかね。まあ、このラジオ日経賞ね、当てていきたいと思っております。これ本気です。一応本気の回目です。はい。ということで、ちょっとま、エンディングいかしてもらいますね。このラジオ日経賞皆さんね、今までどういうふうに買ったかわかりません。私も夏競馬に関しては毎年毎年こう買い方変えてます。今年に関しては、ま、客室プラス、ローテーションみたいなものも含めて、前走前々走のところで、ちょっと勝ちパターンっていうのがあるのかなっていうのを探っていきたいとは思っております。まあ、買い方っていうのもちょっとね、いろいろ考えて動画出してもいいかなと思うので、皆さんよろしければ、ちょっと夏競馬ちょっと一緒に頑張っていきましょう。まあ、夏競馬これから俺らも私たちも頑張っていくよって方、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それでは秋地商店翔でした。これでこちらでいきます。